9人なんでスキップ以外に入れるって形で後で投票精査みたいな感じにします、うん、はい、奇数なんで、はい、そうしましょう、はい、なんかせっかくローラスんだったらライン戦もした方が面白そうかなって、はい、うん、みんな賢いな賢いでしょ賢い小さい K の K は賢いの K なんかもしれん。腰に手を当て、お尻ふりふり、みんなおいでよ、ワンダーラン。リズムに乗って、ワン、ツー、スリー、ときめき大好き。ハッピー、ジャム、ジャム、ジャム、アップ、踊ろうよ。あ、死んでる。ピカクロス夏目先生の出現位置分かります。東屋さんピカクロス夏目先生3人が貨物室 で、ね、夏目先生が確かラウンジの方に走ってる。あ、ごめんなさい、アルマも貨物脇してます。最速で貨物脇してます。メインホール僕とトータスさんなので反抗不可能で、計算がかなり遅れて出てきてるんで計算の方が特に不可能やと思います、はい、宿舎前ゲント先端さんだと思います。なぜ銀行室に入りっぱです。なんで初手で3人も一番死にやすい場所にリスポンしてるの。いや、てか4人ですよ、4人。僕も4人よ、そっか、4人か。そう、僕最速で初手脇して金庫を直してから停電に向かったら、東屋さんとピカさんが直してたって感じです。自殺志願者がめっちゃいるな、はい、ピカさん、上行ったんですか、うん、ラウンジの上行ったってことですか。ラウンジ間違いなく行ってます。じゃあ、アーカイブ脇の人も含めて。はい、ダチキンアーカイブ脇。アーカイブダチキン1人です。1人か。なるほど。ちなみに、ボタン最速で押そうとしたんですけど、間に合わなかったです。1秒間に合わなかったです。田田さん、多分連打されてましたよね。はい、連打してました。でもセンターさん容疑者じゃないので全然いいと思います。はい。下野とも1回だったと思います。貨物脇が結局誰でしたっけ？ピカクロスさん、東屋さん、アルマ。はい。4人ですね。はい。あ、トータさん違うんだ。ごめんなさい。あ、メインホールです、僕。トータさんメインホールで。あ、僕とケイさんがエンジンルームだったと思います。いや、僕メインホールです。あれ？あ、そうなんだ。じゃあ右から来たのか。はい、右から行ってないです。なので別の人がいると思います、それ。僕演じるんですよね。まあまあ、貨物脇で停電直した人は省けません。まあ一応、東屋ピカクロスさんが一応前にいましたね。うん。あとからアルマさんが合流してるから。アルマが直したタイミングで2人とも前にいました。うん、だから、アルマさんは分からんけど、東屋さんはほぼ視界内に収めてた感覚があるからできないと思う。あ、そうなんだ。あ、じゃあもうそれだったら僕とザチキンさんしか無理じゃないですか。ですね、結構漏れてる気がします、うん、じゃあローラーします。うん、ローラーでいいと思います。ほんと、あー、スキップ入れちゃった。えー、もう多分これ以上情報出ないと思いますけどね、うん、じゃあボタンお願いします。道連れとか、はいはい、ボタンタスクせずに。好き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 っぷー、ニコ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 かけっこ、いつもドッキリアイランド、チャレンジチモは夢いっぱい。どうぞ、うん、ありがとうございます。まあ多分時間はると思うんで、東屋さんとピカさんはもう停電中も大丈夫ってことですよね。停電になった瞬間くらいからはピカクロスさんをほぼ一緒にいます、ね、あ、じゃあ大丈夫、はい、私は東屋さんが、いることを多分認識した状態で動いてるから、停電の時すぐ行ったらもう東屋さんもいたし、なんかラウンジの方寄ってキルして戻ってくるみたいなルートは多分取れないと思う感じかな。 あっても二郎なんで、そこだけ警戒しながらやればいいです。計算が見ると、ザチキンさんとアルマさんでしたっけ、候補が。はい、あ、そうです。ザチキンさんがバイブで、僕が貨物脇ですが、ちょっと停電直しに行ったのが遅かったので2人より、9人なんでスキップ以外に入れるって形で後で投票精査みたいな感じにします。はい、それで奇数なんで、はい、そうしましょう。はい、なんかせっかくローラスんだったらライン戦もした方が面白そうかなって、はい、うん、いや、賢い賢いでしょ賢い。K の K は賢いの K なんかもしれん。あ、ゲンです。エンジンがマシャカリさん単品だったと思うんですけど、死にされた方っています？そう、誰かいるんですよね、マシャカリさん。K さんだったと思うんですけど、勘違いだったんだったら違うか。じゃあ、
ゃん。誰かいるはずですね。僕絶対メインホールでトーターさんと一緒に相手の確実なんで。うん、これの、うん、この場合私は結構、まあ、このローラーいいのかなってちょっと思いながら。がとはいえ、ダチキンさんがサイクロンナー変わらないんで。メインホール。サイクロンナーか。それだと、メインホールの人たちを抜かしてアーカイブで合流しなきゃいけないんで。だしメインホールの人の方が容疑高いっていう、まあまあ他の人も可能ではあるっていうのはまあ分かりはしますが、ああすいません、ダチキンさんがサイクロになるのはアルマさんの方が先にロラを提案したからです。ダチキンさん本人の予想ではありません。僕は一ちなみにアーカイブ通った人はいないのでメインホールの人たちは絶対違います。アルマさんってボタンありますよね。あ、ありますあります。ダチキンさんが今押してるのでもし生き残ったらお願いします。はい、右からも下からもアーカイブに来た人はいません。おお、すごい綺麗な。おお、分かれたね。もう2人ぐらい、そうですね、ボタンを押しよう。はい。全員できるぐらいでもいいかと。近くにいよう。ピンク、茶ピンク、ピンク緑。よし。はい、ピカクロスさん、ごめんなさい。アルマさんが目の前でピカクロスさんをやってました。なるほど。そう、そんなわけないじゃないですか。そう、多いな。で、ケイさんも見られてますので。あ、おるので大丈夫です。僕じゃないです。お土産切るお見事です。東屋さんとケイさんの二郎です、これは。もったいないので、なんか先ほどの投票とか洗ってきますか。まあ、東屋、アルマさんに入れてます。東屋さんは、アルマさんに入れた人から。東屋です。以外は名乗り出ない。まあ僕入れてるんですけど、あとじゃあピカクロスさんと、本人あとは僕の自投票ですかね。ああ、だよね。あ、ダチキンさんも入れてるんじゃないですか、1票は。あ、ダチキンさんも入れてる。なんで4票なんで、トーヤさん、僕、ダチキンさん、ピカクロスさんっていう4票だと思う。ああ、なるほど。いや、僕も自投票してます。あれ誰か嘘ついてる。なるほど。であれば、それだと、トーヤとケイさんの2郎も一応残る感じですね。2郎そうです。トウヤさんとケイさんの二郎、そうですよ。トウヤさんとケイさんが僕を陥れている。まあ、ちょっとピカクロスさん死んじゃったんですけど、これで、まあ、一郎確定したっていうのは結構でかくて、あと、トウヤさんも多分もうほぼ白いんで、トウヤさんの絶対死なないように動いていただいて。はい。そうですね。うん。で、まあ、僕はちょっと白いぐらいでいいです。雰囲気的に。アルマさんに入れてるんで、僕。ケイさんだけでしたっけ、向こうの中で。トウヤさんと K、ザチキンさん、ピカクロスさんの4人が入れていて、4号なので、はい、いや僕自投票してる。アルマくん、アルマくんじゃあ相方に指示しといたら何すればいいか。じゃあトウヤさんうまいことライン切れたんで、僕結構米サボ多めに出しますね。トウヤさんお願いします。了解です。じゃあちょっと右側の方で死体を。はい、右側で量産してください。そうですね、先端さんは雰囲気白っぽいと思ってます。ボタン押しのタイミングは結構キルできそうなタイミングだったので、こんなに票集まるのか。そりゃそうだろ。いやおいおい、クレイジーボーイ。英語うまい。まあ、ゲインさんの懸念してたのが消えて、隠しろ一人できたし、ピカクロさん知らなかったら一番良かったですけどね。しゅ。あとでいいや。コミムカを。茶色。しゅ。シャカリさん逆走。茶色。しゅ。茶色緑。
はい、ナイスボタン。ありがとうございます。いいっすね。コミサを直して押しました。以上です。ありがとうございます。ミュートになってますよ。あ、すみません。非常に印象がいいですね。ありがとうございます。なんか色もよもぎ餅みたいやし。美味しそうですね。停電直した人って誰でしたっけ？なんかピカクロスさんと一緒に確か直してたどうこうって言ってたの。東屋さんです。東屋さん、ああ、じゃあリワさんだろうな。で、東屋さんとアルマさんとピカクロスさんの3人は経営者けね。はい。そうですね。ですよね、はい。その状態でキルしちゃうと多分、2浪いた状態でキルしちゃうとかなりきついと思うので、はい、多分アルマさんは。印象の話してもいいですか？全然なんかこのゲームに印象って無駄かもしれないですけど。いいと思いますよ。速攻停電だったじゃないですか。でセンターさんのボタンって本当に停電直ってショックだったと思うんですよ、はい、結構インポスターにとってチャンスだったと思うんですよね、うんうんうん、でそれで即直し即ボタンって結構15秒ちょっと過ぎぐらいだったんで結構白いボタンだなと思いました、あのタイミング的に。あ、でもそれはあんま様子ではなくて、原産にもう階段上がってるのを見られてる状態なので、同じ脇で。はい。あんまり様子にならないし、まあ、停電を押した時点でもう10秒経ってるんで、どっちみちインポスターでも最速で押します。そっか、僕がただ単純に画面出てくるの遅かったっていう話なの、これ。なるほど。そういうことか。停電早いなと思ったら。ちなみにピカさんが亡くなった回に停電直されたのってどうなったんですか？その時があれじゃなかったっけ。僕です。コミュニケーションで僕です。あ、コミュニケーションか。めっちゃ直すな。白いな。個人的にはマシャカリさんとかのが相対的には気になってくるかな。マシャカリトータスロラしたら終わるんじゃない？うーん。あ、まあ結構納得はしてます。それは確かに。ぽいな。マシャカリさんは逆走してました。今コミュニケーションになった時にシャワー室から。アルマさんがロライチを狭めたのが相方さんを守ってる動きにちょっと見えますね。僕はタスクをしてましたね。アーカイブで。メインホール、メインホール。ここはもうちょっと後でいいかな。優先順位もうちょっとつけてタスクしないと。リスク管理が甘いな。タスクね。キス行った方がよかったな。これはこっち向かう。シャワーの方がいいな。シュッ。滑る音は超えた。上がる音、これはミーティングっぽい。はい、Kさんのお肉が通信室に転がってたんですけど、マシャカリさんが立ってました。ちょっと扉閉める前に入ってくるのやめてもらって。さっきアドミンで下行ったの確認した瞬間に戻ってこねえなと思って殺した瞬間に帰ってきたから。ごめんよ。ちょっとあの、いや停電中に通信室2人行くんだと思って。いやローラーしてもね、あがいてもちょっと時間のあれなんで時短で次行きましょう。停電直さなくてよかった。誘発してたんですね。印象値きつかった。しんどいしんどい。大スパイク。羊飼いさんの印象値しんどいわ。てか、ゲンさんたちってみんな強いな。なんも情報ないのによくマシャカリさんまで持ってった。だから、なんだこれと思ってみてた。マシャカリさんはすごいね、補足できてたのか。いや、多分計算にバレてんだろうなと思ってすぐ殺しに行った。なんかアルマさん目線だとマシャカリさんまでロラ大将に入れないとおかしい思考な気がしていて、タチキンさんとほぼ同一だから、ちょっとワンテンポ早いっていうのが多分一番妥当かな、まあね、多分ギンさんぐらいが多分クルーメイト あのテンポなのに、うん、まあ、ロラ確実性はないんで、ね、うん、そうそうそう、確実性がないからこそインポスターっぽかったですよね。途中からマシャカリさんって浮上したじゃないですか。なんかそこでサンロラなんかちょっと無理やりかなって思って、うんうん、まあてかまあどっちにしろでもそっかインポスターだからまあ言わないか。場面が見えてるからこそロラテイアンのテンポが早いんですよね。で、うん、でも最初のロラテイアンめっちゃアルマさん白かったです。もうだからロラする順番はねあれだけど、ラインが見えたのはアルマさんの方ですね。
申し訳ないです。結構すごかったですね。あのタイミングですぐロライコっていう話は、うん、僕スケルトに行ったんですけど、うん、なんかお土産いけるかなと思って行けました、ね、先提案すれば綺麗にやられました。すいません、うまくごめんね。いやいや、しょうがないです。僕もちょっとドア閉めワンテンポ遅れて、もう東屋さん中入ってった瞬間、積んだなって思って。ちょうど入った瞬間、あ、うん、